相棒とは互いの息をぴったりと合わせられる心の通じ合った存在。10年ぶりに私を呼び出して解かせたい謎とは一体。かつての相棒との再会、それは世界を揺るがす大事件の始まりだった。今の相棒は君だ、おしりくんを頼む。まだ動かないでください。最後までやり遂げるのが探偵なのですから。昨日待望の公開を迎えた映画おしり探偵、さらば愛しきおしりよ。累計発行部数1000万部を超えるトロル原作の大ヒット児童書シリーズで、これまでにテレビアニメや映画が大人気を博し、大きな話題となってきました。名探偵であるおしり探偵が数々の難事件を風雨匂いますねというお決まりのセリフを言いながらププッと解決していく謎解き物語。今作で鍵を握るのはおしり探偵のかつての相棒、ミステリアスな新ヒロイン水仙。敵か味方か、おしりくんをめぐるかつての相棒水仙と現相棒のブラウンによる不思議な三角関係。ブラウンは自分の知らないおしり探偵さんを知る優秀な水仙への複雑な感情にとらわれる。そして世界中の美術館を震撼させる巨大な陰謀と、その事件の鍵を握るビッグフラワー財団。これまでのおしり探偵とは一線を画す壮大なスケール感と、大人にも見てもらいたい感動のおしり。本日はそんな新作映画の魅力をたっぷりとお届けします。今回ミステリアスな新ヒロイン水仙を演じるのは俳優仲里依紗。おしり探偵の相棒をしていた頃の可愛らしい水仙と、なんとかぐわしい現在のクールな水仙を見事な演技力で表現。この滅頭美術館で働いている。ここで仲里依紗さんに独占インタビュー。まずは今回の映画の魅力を教えてください。本当はおしり探偵っていうとすごくこう子供向けだったり、子供が見る映画かなって思いきや、今回のおしり探偵はやっぱ劇場版でお話もすごくこうスケールアップしていて、で大人も楽しめるすごく結構深い内容になっていまして、いろんな年齢の方がこう一気に見ても同じところで感動したり同じところで笑ったりできる映画だなと思ったので、すごくいろんな方に見てほしいですね。では水仙を演じる上で意識したことは何ですか？そうですね、水仙は今回過去の水仙と現在の水仙って出てくるんですけども、現在の水仙がすごくこう結構180度変わったような、なんかキャラ変っていうか、そういうところが結構一つ大きなポイントでして、過去の水仙はとてもピュアで、おしりくんと相棒って言っていろんな事件をこう解決していくっていう推薦だったの時は、結構明るい、もう少しトーンが高い声で話していたんですけど、現在の推薦はすごくクールで、服装もパンツスタイルになってるのでクールな声でやってみました。はい、そんな仲里依紗さんの貴重なアフレコの様子をちょこっと公開します。 It's ShowTime。君に何も言わず去ったのはすまなかった。だが先生を救い出すためなら何でもすると誓ったんだ。ありがとうおしりくん。私から君に依頼する日が来るとはな。
そんな二面性のある役柄を演じた仲里依紗さんを起用した理由について、制作の中心にいた谷上プロデューサーは、推薦役をどなたにお願いしようかっていうのは非常に悩みました。正直シナリオを作る時間以上に悩んでました。昔の10年前の推薦と今の推薦っていう、そういう演技の幅だったり、二面性を表現していただいたり、あと彼女がもう内側に持ってるずっとこう抱えてきたものみたいなものもやっぱり作品の中で出していただきたかったので、きっと仲さんにお願いするのが一番いいんだっていう風になって、依頼をしたという感じで、収録始まってみて、あ、そうだ、推薦ってこういう人だったんだっていう、なんかここで一気にまたこう作品作りが進んだなっていう風に実感する瞬間でもありました。それでは映画のオファーが来た時の心境を伺ってみましょう。うちの息子がおしり探偵の本を持ってて、それを夜寝る前に寝かしつける時に読んで楽しんでたっていう。だから本当に歌もね、おしり探偵の歌も結構特徴的で面白いですし、耳に残るし、まず主人公がおしりっていう時点でもう子供たち大好きじゃないですか、そのお尻関係なので、はい、なのでそういうので私も楽しんでましたね、はい。完成した映画を見た感想は、絵本でもそうなんですけど途中で推理するところが出てくるんですね。なんかちょっと子供たちとこれなんだと思うとか迷路とか出てきたり、それが映画にも出てくるんですよ、パズルみたいな感じで。それがやっぱり残されてたっていうか、なんか子供たちと一緒になんかこれどう思うとか言いながら見たいなっていうのありますし、大人も楽しくないと一緒に映画館行きたくないじゃないですか。だからこれはどっちのなんか親にとってもハッピーだし子供にとってもハッピーな映画ってすごく少ないと思うので、このおしり探偵は本当みんなで見てほしいなっていう映画です。おしり探偵劇場版、今回のおしり探偵は本当に子供から大人まで楽しめる深い内容、そして楽しい内容、皆さん楽しめるようになってますので、ぜひ劇場でご覧ください。そして幼い推薦を親代わりとして育てたもう一人の重要人物、推薦の師匠金木先生。ビッグフラワー財団との関わりがある金木、一体何者なのか。大事にするんだよ。そんな謎に包まれた人物を演じるのは、低音ボイスと圧倒的な表現力を誇る声優津田健次郎。作品のお話が来た時の心境を津田さんにお伺いしました。いや、びっくりしましたね。おしり探偵、あんまりこのご縁のない、作品かなと思ってたんですけども、特にねその子供用の作品だったりするので、あんまりそういう作品にそんなにタッチすることがなかったんですけども、今回参加させていただくということで最初びっくりしましたけれども、とっても嬉しかったです。はい、光栄です。では津田さん、金木先生を演じるにあたって意識したところは何ですか？特に推薦と、接していく、特に過去のシーンなんかはどれだけこう温かく優しく、柔らかく、包み込んであげられるかっていうのをこう意識してやっておりました。でそして、金木先生にも、大きな挫折といいますかね、とても傷つく出来事なんかがあって、でその時とこう落差みたいなものをつけられればなと思って、はい、そこら辺をちょっとこう中心に組み立てました。そんな辛い過去を抱える金木先生を演じた津田健次郎さんについて、谷上プロデューサーは、津田さんの声の収録の時にすごく印象的なことがあって、もともとある程度映像をこう作っている状態で
まあ、それを見ながら声を入れていただいたんです。ただこう彼の人生の大事な部分をこう語るシーンがあるんですけど、すごくこう集中して演じていただいた部分があって、そこはもうあの絵とこう関係なく、あの津田さんの演技でこう引っ張っていっていただいた部分があるんです。で、まあ、スタッフの方もそれで圧倒されまして、で監督含めてこれはもう津田さんの演技、これを生かして絵の方を合わせていこうっていうことで、あのアフレコ後にそこの絵は直させていただいたっていうところがありました。そんな演技が光った津田さんに今作の見どころを教えてもらいましょう。大人でも子供でもやっぱ楽しめるようにできていて、特に大人でもこうかなり、来るものがあると言いますかね。もちろんあの子供たちに向けても、非常に楽しいシーンたくさんなんですけれども、意外にこう人生とは何かとか親子とは何かとか、そういうような、親が見てもはあなるほどみたいな、こうしみるシーンなんかもすごくあるので、やっぱり劇場版ならではという感じの作品になっているので、ぜひ劇場でこれは楽しんでいただけたらなと思っております。映画おしり探偵さらば愛しきおしりを大ヒット公開中です。ぜひ劇場までお越しください。そして映画を一緒に盛り上げてくれるキャンペーンソングを担当するのはネモフィラ。音は地獄のように激しく、その他はゆるふわを標榜する地獄のゆるふわバンド。国内海外での活動を経て結成5年目となる今年、ロックの聖地日本武道館でワンマンライブを開催し、新たな節目を迎えた今注目のアーティスト。そんなネモフィラの最新デジタルシングル「オデッセイ」は、映画に登場するキャラクターたちの思いを彷彿とさせ、映画を見た後に聴けばさらに泣ける楽曲です。ギター担当のサキさん、ハズキさん、そしてベース担当の原口さんに実際に楽曲が使われてみての感想を伺いました。なんかどういう風に使っていただけるかが本当に想像できてなかったんで、こう予告編をあの初めて見た時に、おすりくんのつかってサビが死ぬみたいになってすごいめっちゃぴったりと思って壮大でしたね。壮大になってて、なんかすごい、あこういう風に使っていただけるんだっていうのと、なんかそういう風な視点で自分たちの曲を聴いたりしたことがなかったんで、すごく嬉しかったです。私もあの妹と甥っ子がすごいおしり探偵が好きでいつも見てるんですけど、そのおしり探偵に地獄のゆるふわの私たちがみたいな、そうなんて言うんですかね、実際に予告編とか見て合っているみたいな、そのおしりくんのその壮大なこのぶちかましのタイミングでこうサビが死ぬのこの瞬間に、なるほどなって思いました。なんか本当にこんなにしっくりくるんだみたいな。最初はネモフィラとおしり探偵っていうのがこう交わらなかったんですけど、その予告編を見た瞬間に、あこれが映画館で流れるんだっていう感動がすごくありました。さらに映画のキーワードでもある相棒にちなんで、皆さんの相棒についてお話を伺いました。すごいふんわりしてるんですよ、人柄が。本当にネモフィラにおけるゆるふわのふわそうなんですか、ふわ担当みたいな感じで、ありがとうございます、はい、このキャラクターにいつも癒されているなという感じです。私がこうネモフィラに入ったきっかけ、サキさんと最初知り合いで、そこから声かけてもらってっていうのが最初の出会いだったんですけど、ここまでこうなんていうか相棒って呼び方をしたことはないんですけど、自分の中ではもう匠だと思ってギターの匠今でもそれ相棒っていう流れだったんじゃないの、なんか相棒
相棒、そうですね、相棒ですね相棒と匠タムさんはですね、あの素敵な人です。すごいユニークでもあり、こうタムさんにこう一番育てられたって思うのが人間性なんですよ。結構こうドラム叩く時にどういうマインドで叩いてるかとか、日々をこうどう過ごしてるかみたいな、なんかそういう人的な部分をすごいタムさんに教えてもらってきたなって思います。なんか母親みたいですさらにこの後は仲里依紗さんとネモフィラによるスペシャルインタビューをお届け。映画おしり探偵さらば愛しきおしりよ公開記念スペシャル。ここからは仲里依紗さんとネモフィラによるスペシャルインタビューをお届け。まずは仲里依紗さんにネモフィラのキャンペーンソングを聞いた時の感想を伺いました。そのおしり探偵の世界観がなんか壮大なものになって、やっぱり本当に音楽の力ってなくてはならないものだし、本当そのに助けられてる私もなんか自身もいるので推薦として、だからその相乗効果でおしりくんのその失礼もよりたくさん出たんだろうなってありがとうございます。はい、ありがとうございます。音楽の力が本当に私生活ではお母さんでもある3人からこんな話が。私個人的に好きなシーンと絡めると、これが相棒なんだよって知ってもらいたいなと思うシーンが、あの過去のおしりくんと推薦が同時にあの未解決事件をあって気づくシーンが、2人で同時に気づいたシーンがあって、この人間同士の波長というか、そういうのがすごく相棒には大事なんだよっていうのをなんかこう知ってほしいなと思いまして、そこが伝わったらいいなと思います。まあ、私は実際試写会に3歳の娘をそうこう連れて行って見させていただいたんですけれども、合間合間にちゃんとこう子供がまた集中を注目をするような場面が何回も出てきて、それで映画のおしりくんたちと謎解きを一緒に楽しめるような、そんな映画だと思うので、ぜひあの見てほしいなと思います。親子でやっぱ映画デビューって一番まあ親にとっても思い入れがある映画になると思うんですよね。だから今回のおしり探偵ってすごく本当に大人まで楽しめる、すごく考えさせられるおしり探偵になってるので、本当この作品をぜひ選んでくださいって言いたいですし、本当その集中力が持つかな持たないかなって、すごく初めての映画って私も心配だったんですよ息子が。だからちょっと端っこの席取ろうかなとか、すごくすぐ出れるようにっていうちょっと気使っていく、親も緊張していく部分がすごくあると思うんですけど、おしり探偵は絶対大丈夫なので、でお母さんがむしろお母さんお父さんが集中してなんかもうちょっと静かにしてって言いたくなるような本当内容になっているので、ぜひ皆さんで楽しんでもらいたいです。私結構リスペクトママなんですよ、うんうん、私がですか、はい、そんなギャルしながら、はい、ママが理想的すぎて、はい、そうなんですよ、なんかもうありがとうございますすごい大好きでありがとうございますそうなんです。だからこうどっかお母さんになったら、うん、あママじゃなきゃいけないどっかがあんのかなって思ってきたんですけども、もう我が道でこうでもそれって一番大切なことだなと思ってて、うん、その自分家は自分家だからっていう、はい、そのこう何ですかね、うん、マイワールドがめっちゃいいなと思って、はい、それが家族で出てるのがすごく中さんいいなと思ってたんで、ありがとうございます。ちょっと先輩ママを見習って、はい、うちも明るくぶっ飛んでいきたいなと思ってるんですけどいやでもやっぱママが笑ってる家って
すごく幸せだと思って、うん、だからやっぱりそのママを笑わかすにはどうしたらいいだろうって絶対子供は考えてると思うから、うん、なんかやっぱり自然とまあすごく怒ったりとかもうダメでしょっていうことはあってもやっぱすぐ切り替えて笑うようにはしようかなっていうのはすごく思うようにはしてて、あとまあね笑いながら怒るだとすごくちょっと逆に怖いみたいになっちゃうけどでもなんかね愛がある叱りっていうか指導っていうのはすごく大事だなってのは思うので、やっぱこうコミュニケーションは本当に取ってないと会話も生まれないし、だからそれは本当に自分のことを楽しみながらって感じで私は楽しんでます。はい、すごいすごい、いやいやここまで映画を彩るゲストの方々からお話を聞いてきました。ここからは谷上プロデューサーが語る裏話、劇場版ならではの試みについて教えてくれました。企画 の、 あのスタート地点でやりたかったことっていうのが、あのテレビでおしり探偵が見せない一面を、まあ、映画では見せたいなというところだったんですね。でそれは例えばあの過去の、相棒との活躍ぶりだったりとか、あとは、まあ、いつも冷静で非常にこう頭脳が冴えていて事件をこうスマートに解き明かしてしまうっていう人なんですけども、まあ、そんな彼が顔がボコボコになってもズタボロになってもそれでもあの事件の依頼をそのまま、遂行しようとするその姿をあの表現したかったので、まあ、そこをぜひ見ていただきたいなと思います。今作は大人も楽しめる映画と話題になっているのですが、実は企画を進めていく上でキーワードとなった3つの名作映画に秘密があるんです。なんかおしり探偵って映画でやるとこういう表現が作れるよねみたい な、 なんか映画ならではの可能性が結構見えてきたんですね。なので一見あのこういう こう可愛らしいキャラクターのアニメかもしれないんですけど、なんかすごく本格的なことをやろうとしてるんだな、一本の映画として楽しめるものなんだよっていうのはやっぱりこの参考にする映画のタイトルからもイメージしてほしかったので、おしり探偵が体を張って依頼人を守るっていうのは、まあ、まさにボディーガードだなっていうのであのその作品を選びました。でそのじゃあどんな依頼人なのかっていう説明をするときに、あの二面性があって敵なのか味方なのかわからないミステリアスな女性にしたいんだっていうのでドラゴンタトゥーの女っていうのを選んだんですね。でじゃあその依頼人から受ける事件ってどんなものなのっていう時に、絵画を追いながらその裏に隠された秘密結社の陰謀に気づいていくっていう、なんかその謎がどんどん深まっていくっていう雰囲気をダヴィンチコードっていう作品を例にとって説明してました。おしり探偵は本格ミステリーとして私たちは作っていて、ただあの非常に真面目なそういう事件のトリックとか、いやここは犯人の気持ちがなんか一貫性がないよねって話をしたりしてる時に、でもお尻探偵はさ、お尻がさっていうのをなんか間でこうやっぱ入ってくるんですよね、打ち合わせの間に。でもお尻がここの失礼のこの匂いの強さってとか、あの真面目に話してるんですけど、ふと我に返るとあれ私たちってなんかすっごい今お尻って連発してないみたいな、多分皆さんあの人生で一番お尻という言葉を口にしていると思うんですよね。だけど話の中ではお尻お尻ってお互いに言い合っているっていうのが、でこうメモも取りながらお尻がとかって書いてたりしてて、なんかそこのなんかふと我に返るとすごいなんか楽しいことやってるなっていう気持ちになれるのが、なんか作ってる側もお尻探偵でなんかいいなってこの作品ってこういうところが独特で面白いよなって思っているところであります。なんかそうなんですよね、やっぱりお尻って口に出すだけでなんかみんなちょっと幸せな気持ちになるというか、なんかそれだけでハッピーになる、なんか気持ちが楽になるなというのは、なんか柔らかいですしお尻って。
仲里依紗さんも舞台挨拶でお尻に関してあるエピソードを話していました。まずおしり探偵のこう台本をいただいて家に置いてたら、まずうちの主人がもうそのおしり探偵っていうのにツッコミが入り、おしり探偵で、私あのスケジュールアプリを共有してるんで、そこにもお尻ってただ入ってて、どっちのお尻みたいな、あのトレーニングなのかあのアフレコなのかっていう、だけどアフレコだよって言ってお尻ってだけ入ってたので、はい、ちょっとすごいそれにちょっとこう和気あいあいというか、なんかそういう感じになり、そして最後におしり探偵の今後の展望を教えていただきました。おしり探偵のアニメを作り始めてまだ6年目なんですね。でもうこれからもどんどん作り続けていきたいと思ってますし、まあ、そのうち子供の時におしり探偵を見ていて、自分の子供と一緒にその親御さんが、まあ、2世代で親あのおしり探偵楽しんでいただくっていうのが、まあ、今目指しているところです。次の新しい企画にもすでに着手しておりまして、これまでにないおしり探偵史上初めての試みをやっておりますので、ちょっとまだ内容はあまり言えないんですけど、皆様に新しいニュースがお届けできるのを楽しみにしておりますので、ぜひご期待いただければと思います。いかがだったでしょうか。見どころが満載の映画おしり探偵さらば愛しきおしりよ、まさに今全国で絶賛上映中。かつてない壮大なスケールのおしり探偵を劇場でぜひお楽しみください。引き受けた依頼は最後までやり遂げるのが探偵なのですから。この番組をもう一度ご覧になりたい方は TVer で。